どうも、木俣俊太です。今回は自殺問題や誹謗中傷についてお話しさせていただこうと思います。普段はお芝居だったりとかオーディションなどについての情報をお届けしてるんですが、今回は今大きな問題にもなってる自殺問題や誹謗中傷について考えていきたいと思います。少し重たいテーマではあるんですが、すごく重要な問題だと思ってます。例えば誹謗中傷に関しては、皆さんの中にはそれが問題になってるのはわかるけど、それは芸能人の方々が抱えてる問題でしょって思われる方もいるかもしれません。でも役者として売れていけば売れていくほど、この誹謗中傷を受ける可能性も残念ながら高まっていくものです。でもそういった誹謗中傷をゼロにすることはできなくても、それを切り抜けていくための方法や考え方はあると思ってます。なので今回の動画では、芸能界で活動していると陥るいろんな問題をどうやって切り抜けていけばいいのかを僕なりに考えたことを皆さんにお伝えできたらと思います。こういった問題に立ち向かっていくためには、何よりいかにメンタルを安定させるかが大事だと思ってるんですが、今日はその方法を3つ皆さんにご紹介させていただけたらと思います。メンタルを保つために必要なこと、まず1つ目は他人と自分を比較しないことです。例えば皆さんの周りにも、皆さんと同じように芸能活動している友人、知人がいると思うんですが、そういう人が何か大きな仕事を決めた時、もちろん祝福したい気持ちもあるけど、同時にすごく悔しい気持ちにもなること、皆さんにもきっとあったと思います。でもそもそも芸能界で売れるタイミングって本当に人それぞれなんです。例えば10代のうちに大きな仕事が決まって華々しくデビューしたけど、20代になって人気に陰りが出てしまう人もいれば、10代20代はそんなに大きな実績はなかったけれど、30代でブレイクしてその後ずっと第一線で活躍されている方もいます。僕がもともと芸能マネージャーとして勤めていた芸能事務所に所属されてた木下ほうかさんも、もともと若い頃から役者としてバリバリ活動されてましたが、全国区の知名度になったのは40代50代になってからのことです。現在の活躍は皆さんの知るところだと思いますが、ブレイクするタイミングは人それぞれだということ、売れるためには何より続けることが大事だということを教えてくれる存在ですよね。だからたとえ一つのオーディションに落ちてしまったとしても、もちろん次から何を改善すべきかは考えるべきですが、落ちてしまったこと自体は気にしないで、まあ、オーディションは落ちるものだぐらいに思って、次のオーディションに向けて気持ちを切り替えていいと思います。なので皆さんも他人と比較するのはやめて、自分は自分だと割り切って、強いて比較するとしても過去の自分と比較するようにして、自分はあの頃よりこんなことができるようになったなとか、この部分はまだまだよくしていけるからもっと頑張ろうみたいに、他人じゃなくて自分自身と向き合って、毎年毎年自分の自己ベストを更新していくような感覚で活動を進めてみてもらえたらと思います。メンタルを保つために必要なこと、続いて2つ目は他人からの評価を気にしないことです。活動していると、いろんな機会にいろんな人が自分の活動について意見を言ってくると思います。もちろん励ましの声をかけてくれる人もいますが、時には心ないことを言ってくる人もいます。特にツイッターなどの SNS は匿名性が高いので、言いたいことを好きかっていう人が多いですよね。でも残念ながら芸能界で売れれば売れるほどファンも増えていく反面、それを好ましく思わないアンチと呼ばれる人も出てきます。でも何言われても気にしなくていいよって言われるのは、いやそれができれば誰も悩まないよっていう話だし、どんなにメンタルが強い人でも傷つくことを言われるのは嫌なものです。なので僕が思う一番の解決策としては、そもそも自分のことについて書かれるような SNS のメッセージは一切見ない、自分のことを悪く言ってくるような意地悪な人とは一切関わらないっていうのがいいと思います。人によっては他人から自分がどう思われているのかを気にして、いわゆるエゴサーチっていうものを日頃からしてしまう人もいると思うんですが、正直それも精神病んでしまうきっかけになってしまうんじゃないかなと思います。なのでネットにある自分への評価は検索しない、一切見ないっていうのが一番だと思います。もし何かしつこくメッセージやリプライを送ってくるアンチの人がいたとしたら、もういっそブロックしてしまえばいいと思うし、まあ、今の時代最終的には訴えるっていう手段も真っ当な手段の一つだと思います。でも基本的にはそういうアンチの人とは関わるだけ時間の無駄なので、基本的にはスルーでいいと思います。そもそもそういう悪口をネットに書いたところで誰の得にもならないし、傷つく人しか生まないし、自分が何気なく発したその一言が人の命まで奪ってしまう、もう本当に殺人してるのと変わらないと思うので、まあ、僕がこの動画でこんなこと言ってもなくなるものじゃないですが、本当に誹謗中傷をするのは本当にやめてほしいと思います。
メンタルを保つために必要なこと、最後3つ目は本当に困ったことがあったら周りにいる信頼できる人に相談することです。芸能活動を続けているとどうしても自分一人じゃ解決できないこととか、相談するようなことじゃないかなと思えても自分自身心底悩んでしまうことって絶対あると思います。もちろん何でもかんでも人に聞くっていうのは自分で調べる力、自分で考える力がつかないので良くないですが、自分で頑張って解決策考えたけどどうしてもそれがわからないっていうことありますよね。なのでそういう時はマネージャーさんとか役者の先輩とか、もうなんなら家族や友人にだって相談していいと思います。例えば仕事のことじゃなくて人間関係のことなど、こんなこと他人に相談していいのかなって思えるようなことでも、本当に自分がそのことで悩んでるのなら信頼できる人に相談した方がいいと思います。先日俳優の三浦春馬さんの悲しいニュースがありましたが、僕はお会いしたことはないですし、ああいう決断をされた本当の理由っていうのはもちろん分かりませんが、人づてにお聞きしたお話だと三浦さんは本当に真面目で責任感が強い方だったそうで、これは僕の勝手な憶測でしかないんですが、三浦さんのようにすごく真面目で責任感が強い人は、何か問題に直面した時も他人に解決を求めるのは失礼だから自分自身で解決しようとされる傾向が高い気がしていて、結果自分一人で抱え込んでしまうケースが多いんじゃないかなって思います。でもやっぱり自分一人ではどうしても抱えきれない問題だったり悩みって絶対あると思います。なのでもし皆さんがそういうことに直面した時は迷わず周りの人に相談してください。たとえ話したことで何か解決策が見つかるわけじゃなかったとしても、人に悩みを聞いてもらうっていうそれ自体で心が結構軽くなるものだと思います。そしてもしこの動画を見てくださってるあなたの身の回りに何か悩んでる人がいたり、精神が不安定になってしまってるような人がいたら、どうか手を差し伸べてもらえたらと思います。正直どんなに売れていて輝かしいキャリアを築いていても、人の気持ちに寄り添えなくて自分のことばかり考えてしまうっていうそういう人よりも、何か大きなキャリアはないけれども人の気持ちにちゃんと寄り添えるっていうそういう人の方が単純にかっこいいし、最終的にはそういう人の方が成功すると思います。これは別に芸能界に限ったことじゃないですが、やっぱり人は一人では生きていけない生き物だと思うので、しんどい時はそこから逃げて誰かに助けを求めて、助けを求めていそうな人がいたら手を差し伸べる、そんなことができる人が増えていけば、自殺や誹謗中傷といった問題もゼロにすることはできないとしても少なくしていけるんじゃないかなと思います。最後ちょっとありきたりな話にはなってしまいましたが、これで動画は終わりたいと思います。皆さんの芸能活動が、そして何より人生が幸せなものになることを祈ってます。最後まで見てくださってどうもありがとうございました。